ただいま戻りました。おお、戻ったか。はい。おお、小沢さんのお葬式どうだった？いいお葬式でした、うん、最近になってやっとです。いいお葬式っていうものが分かってきました。まだ駆け出しの僕が言うのもなんですけども、少しお手伝いできたかなとそう思ってます。うん、そうか。はい。お、その iPad を使いこなしてるか？まだ勉強中です。ああ、でも漫画を読むのにすごくいいです。仕事に使え。それで持たせてるんだよ。すいません。あんまり自分からそういうこと言わないで。はい、でも社長、ああ、これ知ってますか？なんだ、うん、これ何ですか？私が聞きたいよ。嘘だろ、なんで？ちょっと工事中だから危ないから入んないで。なくなっちゃったの？もともと何だったの？でっかい駐車場。別になくなってもいいだろう。大事な場所だったんだ。え、家に帰りたくない時も学校に行きたくない時もいつもここで時間潰してたんだ。自転車の練習もここでした。でっかい犬にも追いかけられた。高校生にカツアゲだってされた。最後の2つ嫌な思い出だろう。あれ、大河原さん、あれ今日谷口じゃなかったっすか？うん、変わってもらった。あ、そうなんすね。うん、あいつ何も言ってなかったな。あ、俺が言うなって言ったの。え、なんでですか？びっくりさせようと思って。びっくり？うん、ほう、成功。あ、はい。あ、でも大河原さん早番とかやるんすね。うん、3年ここでバイトしてるけど、はい、今日初めて。あ、そうなんですね。うん、そう。あのさ、はい、うん、こんなことを直接言うの、はい、あれなんだけど、はい、俺結構長谷川くんにハマってる。なんすかそれ。どうか誤解なさらないでください。決して私と社長がそういった関係ということではございません。私にも男性を選ぶ権利はございます。急に一方的に傷つけられた。なめませんよ。あ、すいません。ああ、大丈夫ですか？ここは社長が管理している病院です。安心してください。ん、お前は確か秘書の原田です。